ういうこと？何か理由があるのよね。そうでしょ？オーブを渡せ。死にたくなければな！甘いな。挫折を知らないお嬢様は、オーブで一体何をしようというの？お前が知る必要はない。オーブを返せ。天界を守る者として渡すわけにはいかない。そうか。エリアごとにくまなく探せ。そう遠くには行ってないはずだ。ルシファー様が？まさかそんな。今は市場を挟む時じゃないだろ。不本意だろうとな。ルシファー様は傷を負ったまま逃走している模様です。恐れていたことが起きてしまいました。剣が使われたとすれば長くは持ちますまい。大事に至る前にオーブの回収を急ぎませんと。ウリエルさん、聞こえますか？すぐに搬送の準備を。はい。発見次第すぐに報告を。勝手な手出しは認めません。はっ。ルシさん。弊社に侵入されました。弊社だと？あんな中心部で逃走経路とも思えないが。兵の服が盗まれたとのことです。そんな使い古された手をルシファーが使うとは。弊社がこことすると、ここ飛空艇格納庫です。解除されるまで全ての飛空艇の使用は禁止だ。誰も近づけさせるな。何事だ？すぐに確認しろ。はっ。原因はまだわからないのか？
るぞ。警戒を怠るな。何事だ。ミカエル様、ルシファーの姿を見た者は。いえ、まだ誰も。あの中のどれかに紛れて逃げるつもりじゃ。おい、攻撃を許可する。ミカさん、ガブ君、大変なことになってますね。ああ、私たちも追いかけましょう。まあまあ、急がばワクリン取り逃がすって言うだろう、うん、出てきなよ。いるんだろ。やっぱりね。狙いはあの船かな。ああ、ちょっと急いでいるんでね。少しぐらいいいだろ。僕と一勝負してってもさ。私に勝つつもりか、ミカエル。前から本気でやってみたかったんだよね。ルシさん、その傷早く手当てしないと。下がっていろガブ、今からこいつが苦しむ様を見せてやる。いい気になるなよルシファー。やめて、ミカさん。随分嬉しそうだな。追いかけます。展開から出るルートは一つしかないんだ。ゲートはすでに固めてあるさ。来ました。映像出します。全門標的にロック。警戒線を越え次第撃て。警戒線を越えるまで3、2、1。越えました。撃て。こんなところで終わるわけにはいかない。お、敵機上昇。どこへ向かう。バカな、嵐を抜ける前に死ぬぞ。